久保さん今回、大貞春さんの王にしましょうか。イチロー選手が昔、王監督にね、こんなこと聞いたらしいんですよ。王監督、王監督は何のために野球やってきたんですかみたいなね。で、王監督はね、秒速で答えたらしいんですけど、そんなの決まってるじゃん、自分のためだよ、みたいな。自分のため以外何やんのみたいな。で、秒で答えられて、イチロー選手はハッとしたらしくて、なんか、なるほど、<laughs> 自分のためか、うん、やっぱそうだよな ファンのののたたためめめととと。かかね、なんとかのためじゃなくて自分のためだとまあイチロー選手もねまあいろんなね記録を求められるまあファンに求められるとかまあいろいろなね葛藤があって、えー、あったと思うんですけど、まあ、自分のためだよなと。 なんかそれでなんか自分を無理やり納得させたというか自分のためだよなみたいな、まあ、僕はイチロー選手みたいな偉大な記録を出してないのでそのファンの目世間の目っていうのはイチロー選手ほど全然ないしイチロー選手と比較するほどではないですけども、まあ、王監督の言ってることは僕もわかりますし、あのー、自分のためだっていうね、まあ、王監督ではないけど 自分のために僕はやってますね。何のために動画を撮ってるのか、何のために商品売ってるのか、何のためにサポートしてるのか、それは自分のためです。いってらっしゃい。